さあ、手持ちの積む全てを紹介しておるので終わりません。続きましてユニベアシティホイップということで、ランダムで積むを消すんですけど、まあ、10個しか消さないんで、そんなに大した積むじゃないのかなっていう気はしますね。もう彼一回やったことあるのかな、どんな能力を持った積むだったかっていうのはいまいち覚えてないんですけどね。うん、でユニベアシティっていう なんですかね、映画があるんですか。なんか、ちょっと待ってね、全然ちょっと今回やばい、調子がものすごく悪い。そもそもベアちゃんを貯めれてない、からスキルを紹介することができないという、やばいぞこのままで。もう20秒経ってしまった、やばい。てかベア少なくない、やっといた、ほい、てん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 、え、あ、うわー、10個消したか、分かりにくい、ほい、いや、コッポ。ただなんかコインめっちゃ稼いでる？え？ちょっと待って。スキルを発動した時と、だって10個って言ったらね、そんなあれですもんね。コイン、10枚くらいだったっけ？じゃあ、スキル発動した時のコインが307だとして、ポコッ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 。ほー、10個しか消さないのに、70枚くらい溜まりましたね、今。あー、なるほどな。じゃあ、ホイップちゃん貯めていって、消す積む数が増えれば、相当コインを貯めるのはすごい、こう、なんか、主戦力になってくれそうな気がしますね。だから、プレミアム積むが新しく欲しいとかっていう方に関しては、非常にいい積むになるんじゃないですかね。久々に出てきましたね。シンデレラと青い鳥。あと1個足りない！まあ、ただ、そんなに言うてもコイン稼げてるわけじゃないですね。512コインだもんな。まあ、ということで、今日のミッションも完了しましたし、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。